ぐわかるおすぐわかるおのおひまならえいがでもこの世は驚きで満ちている この生き物の母親はキーな運命を背負ったのだ。驚くことに、妊娠4ヶ月の時にゾウに襲われた。野生のゾウにだ。アフリカの僻地でね。その結果はしっかりと形になって現れた。では、紳士淑女の諸君、ご覧いただこう。これぞ、世にも醜い、エレファントマンです。 おいこっちを向けそうだそこで回転しろよしでは、明朝十時に病院へバイツさんチャリン約束する交渉成立だな さあ、こっちに来てくれ。ほら、聞こえたでしょ。早く行きなさい。うんうん、私はトリーブス。ここロンドン病院の外科医だ。君のことを調べたいと思っている。あ、了承してくれるか あ君の工業士がイギリス人で名前がジョン・メリックと言っていた。これは正しいかね喋れないのかその症状は昔からか痛みはあるのかねうん。両親、 あ、お父さんお母さんは死んだのかねうーん。今日はこの患者を取り上げます。ジョン・メリック、21歳。私は外科医として、これまで様々なものを見てきたが、彼ほどにひどい症状は初めてです。頭蓋骨は極度に拡張し、右上腕は動かない。そして、 背骨が湾曲している。皮膚はたるみ。体の90%はコブで覆われています。これらは現在も急速に進行中。慢性器官支援もある。しかし、左腕と生殖器は至って健常であるというのはとても興味深い。そして、おそらく生まれつきだろうが、知能レベルは相当に低い。幸いにもね。 重い頭部と圧迫された器官のせいで、仰向けで寝ると死んでしまう。通称、エレファントマンです。ご清聴ありがとう。<laughs> あ君の患者のことだが、病院内でこそこそされては困るよ。頭巾を被った患者は目立つ。なぜ正式に許可を求めずに隔離している 伝染病なのかえ、気管支炎と打撲の患者です。ただ、外見が特殊なため、つまり治る見込みはないそうです。ふん。なら別の病院へ移すべきだ。それ相応のところにな。院長、彼に会ってみませんか メリック協力してくれ何か言いたいことがあるはずだ何とか言ってくれ私は君のことが理解したいんだ分かったらうなずいてくれ首を下に動かすんだいいぞ理解できるんだな じゃ、次は声だ。喋ってくれ。ゆっくりでいい。わかったと言ってくれ。わかった。わかったと言ってくれ。分かわかったよし、いいぞ。ちゃんと聞き取れた。よし。では、私が言うことを繰り返してくれ。いいかい こんにちは。わたしの名前は、ジョン・メリックです。<laughs> こ、こんにちは。わたしの、な、名前は、オン・エリックです。うん 悪くないぞ。ジョン・メリックだ。さあ、もう一度。ジョン・メリック。ジョン・メリック。水のほとりにともない衆は魂を生き 帰らせる。みんなにふさわしく。あを正しい道へ導かれる。正しい。正しいだ。た、正しい道へ導かれる。よし。 お客さんが来たら、今のように言うんだよ。君を紹介した後、練習通りにね。う、うん。委員長、彼はまともです。口の歪みでうまく発音はできませんが、意思の疎通はできているそ、そうです。もちろん。問題は肉体的なことだけです。さあ、うん、こう、んにちは。 私の名前は、ジョン・メリックです。お会いできて、光栄です <laughs>、うん。ここは快適かね。<laughs> 皆さん、とっても親切にして、 くれています。<laughs> 機関支援の具合はどうだね <laughs> トレーブス先生はどうだねみ、み <laughs>、ね、<laughs> 皆さん、とても親切にして、 くれています。<laughs> <laughs> どのくらい面接の練習をしたんだみ、み、みなさん、とても、親切に、<laughs> <laughs> そういうことか。わかった。会えてよかったよ。<laughs> 主はみんなにふさわしく私を正しい道に導かれる <laughs> 彼は君が教えた言葉を言っているだけだここではなく他の病院でケアを受けた方がいい無駄足を踏ませてしまいすいませんあなたが。<laughs> 長私と共にい長この部分は教えていないな,なぜ言えるなぜ詩編を言えるんだ、うん、え以前毎日聖書を読んでいました詩編23編は美しいので大好きです、うん なぜ今まで隠していた怖かったんですあ。あまりにも怖くて、は、話ができなかったんです。ごめんなさい。許してください。<laughs> さあ、入ってくれ、ジョン。 紹介するよ。妻のアンダ。お会いできて光栄ですわ、メリックさん。あ,あ、ぼ、僕は、ぼ、僕も、お会いできて。<laughs> <え><笑><笑><笑>す、すみません。ただ、感激したんです。 こんなに美しい女性に優しく接してもらったことなんてなかったので。<laughs> 今日はここに来られて楽しかったです。招待してくれてどうも。 ありがとう。こんなに醜い外見をさらしてしまって申し訳ないです。<laughs> 写真がきれいに並べてありますね。どこの家庭でもこうしているのですかうん。 そうだろうねあれは息子だ今は友達と出かけているよ友達とその横は僕と妻の両親だよよ,よければ見ませんか僕の母の写真を君の母親天使のような顔を していました。まあ、本当美しいわ。僕を見て、さぞかし、がっかりしたでしょうね。もし、母を見つけることができて、僕が素敵な友達といるところを見たら、 そしたら、こんな僕でも、愛してくれるかもしれませんよね。いい人間になれるよう、努力したんですが。<laughs> ごめんなさい。ジョン・メリックはトレーブズ医師のもとで平穏に暮らしていましたが、 ある日、工業士バイツに誘拐され、偽物小屋に連れ戻されてしまいました。しかし、仲間たちが彼を助け、逃がしてくれました。ジョンは船に乗り、汽車に乗り、トレイブズのもとへ向かいました。ーーねえ、ねえ、どうしたのなんでそんなに頭が大きいの ねえ、どうしてなんで答えてくれないのねえ、ねえ、どうしてなのどうしたんだねえ、何を騒いでいるなんだなんだなんだやめてくれ僕は、そうじゃない動物でもない僕は、 僕は、人間なんだ。<laughs> 僕は、これでも、人間なんだよ。<laughs> <laughs> どうですかかっこいいよ。 間違いなんかじゃない。<laughs> では、行きましょうか。<laughs> 今の僕は、すごく幸せです。僕の人生は、満たされている。愛されているから。<laughs> 自分を発見できた。 あなたがいなければ、こんなことは言えなかった。あなたは、友達だ。<laughs> 君だって私によくしてくれた。ありがとう。 素晴らしかったこれで全部終わった。 終わったねうんさすがに今回は僕らの出る幕はなかったね。にしても内容をバッサリ削ったよね今回。あの胸クソ悪いいじめシーンはいいとしてケンドールさんとかヴィクトリア女王のお使いできたアレクサンドラヒもカットとはね。恐れ多いよね。トレーブス先生の苦悩もカットしたしね。しかし。 これが実際にあった話ってんだからさ、びっくりだよね。あ、実際にあった話って言えばさ、この動画のチャンネル登録者数も実際に4万人を突破したらしいよ。4万人それってすごいのまあ、すごいと思うかどうかは人それぞれだけどね。うーん。でもさ、 今これを喋ってる段階では4万人かもしれないけど、みんなが見ているときはもっと増えてるかもしれないよね。うーん。うーんって。この動画を見た未来の人が今の会話をどう感じるかは皆さんにかかってます。この頃は4万人だったのか、か。この頃は4万人もいたのか、か。 この頃から4万人だったのか。か。チャンネル登録、いいねボタンを皆さん押してくださいね。押してくれた方には、ビクトリア女王から感謝状が届くかも。なんて、うっそぴょーん。知ってるわ。